どうもー、首都圏住みます芸人ボヨボヨでーす。よいしょー、埼玉フィーバー、何でも巻いちゃい巻物グルメー。よいしょー。というわけで我々は埼玉県川越市に来ております。今回はですね、この川越市で大変人気なクレープ屋さんをご紹介したいと思います。 SNS もね、大変話題になっているクレープ屋さんなんですよ。そのクレープ屋さんがこちらでございます。フローレットさんです。それでは行きましょう。よいしょー、 OK、 ゴー、 あー、 よいしょー、巻き巻きフィーバー。まずはこちら、はい、みかんクリームです。いやー、やばいよ、やだこれ、めっちゃ嬉しいんだけど。色っぽいよ ね、なんかこれはもう嬉しいよ、花束みたいな感じで。いや、これだけでもなんかその映えそうな感じ。いや、本当ですよね。いただきます。はい、うめえ。うまい、クリームがめちゃくちゃうまいよこれ。みかんと合いますかこれ。合います、いいね、うん、みかんのすっきりした中にクリームの甘さがこう融合してめっちゃうまい。幸せ。生地の焼き加減が抜群、しっかりとしててクリームと合いますね。これ中にもみかん入ってんじゃない。中にもみかんが入っておりました。あ、うん、外側だけじゃないんだ、中にも入ってる。ボリュームも結構ありますよね。相当あるぞこれ、うん、この柔らかい生地とクリームとこのみかんが合うね。うめー。100点。そしてこちらでございます、チョコバナナクリームの1リットルホイップクリーム1リットル。どうですかこれ、やばいよこれ、信じられない。メニューにはないんですけど、これお願いしたらやっていただけるということなんで。子供の時の夢が叶ってるんですよ今。ドリームクレープがここにありました。私事なんですけど、最近ダイエットしてまして、糖質制限してるんですよ。なんで久しぶりの糖ということで、いただきたいと思います。あ、うまさと久しぶりの塔で気絶しそうになります。フィーバー。うま、生地いかないもん、全然届かないもん。パリのところと相まって美味しい。これなかなかたどり着かないからね、このところどころにバナナ敷いてくれてます、ありがたいね。口の周り口の周りが気になっちゃってさいやいや、もうこれ無理よ。あ、そう、綺麗に食べようなんてもうな、無理これ。とんぐらがむしゃらになる味、美味しい。一応できないやつもあるんですけど、一通りはホイップ増量は可能でございますので、ね、お好きな方はもう増量してください。ちなみにこちらベンチもねございますんで、一応休憩しながら食べることもできますし、買っていただいて小江戸散策しながらクレープをいただくことも可能でございますんで。川越で出会ったわ。出会っちゃったよ。じゃあ改めてお話をお伺いさせていただきたいんですけど、はい、お店はオープンされてからどのぐらい経つんですか。大体2年半ぐらい。あ、2年半、はい、このお店は。あ、そうなんですね、はい、そうですね。でちなみにこの1リットルのクリームっていうのはその時からあったんですか。はい、その時から、はい、お作りはしてました。メニューとしては載せていなかったんですけれども、はい、ご要望があればお作りしてました。それやっぱ初めて注文してくださった方っていうのがいらっしゃって、はい、その希望に応えていったって感じですか。よく来てくださっていた女子高生のお客様がいらっしゃいまして、はいはい、毎回かなりすごい量増量してっていうご注文で、クリーム増量で、はいはい、
お作りしてたんですけど、とある日にこれ丸々1本使ってあの作ってほしいっていうお話がありまして、ちょっと無茶ですよね言ってもそうですね、作れるかどうか僕も心配だったん で、ね、あの崩れちゃってもあの大丈夫ですかって一応事前に聞いてはみたんですけど、はい、大丈夫ってことだったんで、お作りしたらできちゃったっていう。すごいじゃあ最初はそのお客様 の女子高生のご要望にお答えしたっていう形で誕生したってことなんですね、はい、あそうですね、面白い、はい、一応ここで口頭で1リットルお願いしますって言われたら作っていただけるっていうことではあるんですか。はい、そうですね。一番この中でおすすめするクレープって何僕自身でも一番好きなのは、はい、シュガーバターっていうクリームが入ってないクレープなんですよ。入ってないの、はい、食べ過ぎたかな。そしてもう5年やってるんですけども、はい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 、まあそんだけ食べてるとやっぱりちょっとクリームも満足してきちゃいましてこれですね、これですね。いや美味しそうよこれも。やっぱ普通好みはこれ頼むじゃない、はい、やっぱりそうですね。おすすめすると大体皆さん食べて美味しいって言っていただいて、もうハマっちゃう方も結構多いです。うわ、一周回った方はこれ行くんだよ。なるほどね。質の高い人やっぱこれ行くよ。こだわりみたいなのってあります、なんかやっぱり一番は喜んでいただきたいっていうところなんで、はい、だからクリームも多くしてますし、うんまあ、なんかその他のお店でやっぱちょっとクリーム少なくて残念、あれなんか思ったより少ないなっていうふうに思ってちょっと残念だなって思った方向けのクレープなので、そういう方にやっぱり食べていただきたいなっていう。優しさよ、うん、こだわりは優しさってこと。誠治ありましたら、はい、いただけたらと思いますまあ一度はもしかしたら皆様クリームたっぷり もしかしたらあれを飲みたいっていう方が、もしかしたら子供の時に思った方がいらっしゃるかなと思うんですけれども、それはここの当店で叶えることができますので、素晴らしい、はい、もしよろしければ最後まで美味しく食べれるよっていう方いらっしゃいましたら、ぜひ食べに1リットルクリームを食べに来ていただけたらと思います。お待ちしております。ありがとうございましたフィーバー夢が叶うところでしたというわけで美味しくいただきました。幸せでした。いやもうほんと夢ですよ皆さんね。やっと叶ったわ。叶いましたね、はい、ぜひぜひ皆さんこちらローレットさんでお待ちしてますよ。待ってます。行きますよ埼玉ウィーバー。ありがとう。